西山はやっぱ天然ですね。大関さんが律子を怪しんでたのに、西山は何の疑いなくて、逆にすげえなってなりました。いやいや、超疑ってたよね、俺。あの時。あの、ハニートラップだからやめろっつって。女なんか入れるなっつって。もう連れてきちゃうんだから。連れてきちゃうんだから。で、結局ハニートラだったんだよ。結局、やからに情報流されてんだよ。アホでしょ？あの頃の西山は。あの頃の西山、疑いがないとかよりも、そう。西山セクシーよっつったよ。気持ち悪い。本当に。本当は出会い中だよ。いや、もう、あの頃からというか、龍崎と付き合ってる時点で、エビオさんナイス来たこれありがとうナイスありがとうナイス来たこれありがとうカントレンブランドで押し切ってた。うん、そうっすね。